はい、バンシュールだよ。さあ皆様、本日もよろしくお願いします。今週ですね、本日このようなものを手に入れてまいりました。じゃじゃーん。こちら何か分かりますか？小学校4年生のですね、算数の教科書。こちらで、ね、新しい算数と書いてますけども、もはや絶対に新しくはないという。こちらね、いつの時代の算数の教科書かと言いますと、昭和25年なんですよ。ですね、こちらの算数の教科書、何が面白いかと言いますと、皆様ちょっと一緒に読んでくださいね。じゃあこちらの方に読めるように出しますのでね、一緒に読み上げてもらいましょう。まずね、3ページ目なんです。こちら、仕事の受け持ちというのがあるんですね。はい。算数といったらね、だいたいこう、文章が簡略化されていまして、で、すぐさま問題に行くというのが算数の教科書なんですけども、昭和25年頃の算数は、そういう風な一筋縄ではいきませんよ。はい。仕事の受け持ち。ひろしくんたちは自分たちでできる学級の仕事について話し合いを続けました。よしこさん。花を飾ったり、整理整頓したりして、いつも教室をきれいに明るくしておくような仕事も私たちでできます。ひろしくんが学習の準備をしたり、予定などがみんなによくわかるように黒板に書いておくことも私たちでしたらどうでしょう。みちこさん。これまだ始まらない。これ。みちこさん。いつもみんなの髪の毛の伸び具合や、爪や手足の汚れなどに気をつけて、みんなが体を清潔にするように考える係も決めたらどうでしょう。次々に自分たちでできる学級の仕事が話し合いに出ました。いろいろな仕事を6つの班で手分けして受け持つことになりました。またどの班も同じ人数にすることに決めました。ということでね、文章がね、やたらとね、長いんですよ。いつ始まるのって、本題がっていう話でしょ。まあこの下にね、出てきました。ひろしくんの組の人数は48人です。何人ずつにすれば良いでしょうか、どのように考えれば良いでしょうかということでね、これで問題が始まるんです。その文章は本当に必要なんですかって思うような内容も中には含まれていますが、昔の算数の教科書は、このような感じだったようです。はい。ということでですね、なぜね、算数の教科書がこのような形になったかと言いますとですね、ちょうど日本が昭和20年に戦争に負けたということで終戦となりましたが、そこからダグラス・マッカーサーが日本にやってきましたよね。で、そこで日本の国がこうね、戦争とかでいろんなね、こう領地を拡大しようとしたにはですね、今まで培ってきた日本の道徳観というものがそのようなことを招いてしまったんだろうということで、全ての教科書を一新しました。こう戦争にまつわるような話であったりとか、戦争にこうつながりそうなものとかっていうのを全て排除していきました。その結果、国語の教科書だけではなく、算数の教科書にも道徳的な考え方が入るような文章の長いですね、こう考えさせるようなこう文言になっているということで、こちら、ね、昔の算数の教科書には今ではないこの文章、算数に必要あんのっていうような内容までが盛り込まれている。子どもたちの考え、いろんな言葉とかっていうのがこの教科書の中に入れられているということで、とてもね、趣のある教科書ということでですね、ただね、全部がそんな感じじゃないんですよね。単元ごとに分かれていまして、そこのね、単元のところでそういうふうなこう長い文章が書いてあるという。中身のところはさっくりさっくりと問題が書かれていますので、全部が全部そういったわけではありませんけれども、ちょっとね、今の日本にはないですね、ことをこう考えさせられる、そういった教科書になっているかと思います。さあ、皆様、本日の動画はいかがだったでしょうか。グッドボンシュール、バッドボンシュール、昔を忘れてはいけないね。いつもみんなの髪の毛の伸び具合や、
清潔にするように考える係も入れたらどうでしょう。